こんにちはオーシャン東京原宿店の口出滝内一希ですすお願いします、えー、今日はですねえっ、ー、とセンターパートで作る、えー、無造作な、えー、ちょっとウェットスタイルをやっていきたいと思います、えー、結構僕ぐらい髪が伸びてきてで量も、えー、だいぶ多くなってきたのでちょっとこうねあの普通の王道セットだとちょっとこう束が、えー、大きくなりすぎて、えー バランス作るのに難しい人に、えー、おすすめの、えー、ちょっと動き、えー、無造作な、えー、セットをやっていきたいと思います今日は、えー、波打ちで、えー、やっていきたいと思います結構僕が普段、えー、してるセットなんですけど早速アイロン使っていきたいと思います分かりやすいようにダックで止めて波打ちやっていきます、えー、早速やっていきまーす もうこうやって毛束をつまんでねじります見えてますかねこのままねじります でこれもオードセットと一緒で、えー、と耳からだ徐々に、えー、上に、えー、束をつまんでねじっていきます。 このまま前髪も波打ちです。 このままえー、っと、右サイドもやっていきまーす。 はいったん前のアイロンが終わったのがこんな感じですでまずはね外ハネは絶対しますこんな感じです はい、これでアイロンが終了しました、えー、早速ワックス今日使っていくんですけど今日使うワックスは、はい、このクックグリスを使っていきたいと思います、えー、かなりツヤも出るし、えー、あとセット力もむっちゃ強いんでもうこれ単体でいけるかなと思いますなので結構あの動き出したくてかつあのー、しっかりとツヤも出したいという人はもうクックリ ククックグリス一つでいいけるかなと思います結構オーシャンのオリジナルであのシャインオーバーあるんですけどシャインオーバーよりもセット力強いんで、まあ、もしシャインオーバー使いたいっていう人がいればシャインオーバーとあのためのワックス混ぜたりするのがおすすめかなと思います。 でえっと、アップバングというかセンターパートなんでしっかり前髪もつけます。 ある程度、えっと、束が整ってきたら次後ろやっていきまーす、えー、前にも、えー、と動画で、えー、言わせていただいたんですけど、えーまあ、三面鏡とか家ある人とかはサイド見れると思うんですけど三面鏡ない人はこういう手鏡を使ってこの汚いまだ整ってない後ろをしっかりと三面鏡を持ちながらまずは放射状に 下ろしますその中でちょっとこうつむじの上は、えー、ふっくらさせたいのでつむじの上ちょっとこうふわっとさせつつ首元を沿わせますでちょっとこう気持ち中に、えー、締めることによって横から見ても、えー、きれいなシルエットができますうんこんぐらいかなで逆ですね逆も同じです、まあ まずちょっと内に寄せつつつむじから放射状におろしますはいえー、いかがでしょうかえー、センターパートで、えー、グリースを使ったえウ、ー、ェットスタイル えー、まあこうやっぱだいぶ髪伸びてきた人とかはうんと、まあ、王道だとちょっと重すぎてできないっていう人は、えー、アイロン使って、えー、波打ちのような波打ちで、えー、セットするのも、えー、また違う雰囲気が出て、えー、ちょっとこうね雰囲気が出るような、えー、髪型になるので、えー、ちょっとこうね、あのー、んなんていうんですかねちょっと、まあ、僕みたいな今日着てるこういうシンプルなシャツ シンプルでないか。なんやろ、こういう綺麗めな服装とかにも全然合うし、えー、ちょっとこうストリートな格好、えー、する人とかは、まあ王道ってよりかはこういう雰囲気のある髪型の方がより、えー、おしゃれ感が出るかなっていう髪型です。えー、はい。どうやって締めようかな。えー、っと、まあね、あのそろそろ、えー、時期的にはね、えー、っと、まあ卒業式シーズンで、 まあなんやろ、えー、高校生とか高校3年生大学4年生、えー、卒,業し卒業式シーズンだと思うんですけどまあ、次はね、えー、と卒業式に是非、えー、ともおすすめしたい、えー、髪型を、えー、次動画撮りたいと思うので是非、えーえー、次回も見ていただけたらなと思いますはい、では、えー、これでちょっと今日は終わりたいと思いますありがとうございました